GM チャンネルスタッフ。さあじゃあトレーノに入りましょう。入ります。ムービーかな。眠らない町トレノ、うん、貴族の町、貴族だらけ。どこの貴族の家に、行くか情報収集。なるほど、いいですね。夜の都を落とし入れたのだそんなのどうでもいいんすから、まあ、かっぱらう、かっぱらうでも結局かっぱらうんじゃないですか。まあそうそう、うん。お、でもスタイナがいるとできないと。買うのか。結構高そうですけどね、買うってなったら。でもガーネット行っちゃいました。ん？スタイナー結構なんかピュアなの。いやめちゃくちゃピュアですよ多分。ですよね。なんか少年の心を持ってる。あ、15歳で騎士になったんですね。うん、というか入隊したんですね。意外ともう2人に置いていかれた。かわいそう。かわいそう。一人で喋ってる人たまにいますからね。そのパターン。お、久々の。名物からいきましょう。スタイナー可愛いでしょ。なかな結構知れば知るほど可愛いですよね。可愛いでしょ。うん。なんていうんやろ、お茶目なのかな。まあピュアなんですよ。ピュアで。さあ。お、盗賊か、泥棒か。え、去ってった。ん、あれ、お金が。お、最悪や。え、いや。嘘やろ。何このイベント。お金盗まれるイベントとかあんの。ちょっと追いましょう。ただ。今のは、はい、あ、どうぞ進んでもらって、はいはい、大丈夫ですか。今のは見ることで、うん、確かなんか後でなんかアイテム 見られたような気が。なるほど、追跡ちょっと見ますね。追跡しましょう。多分ガーネットが追いかけていると。そうですね。待てやわれクポこれっつってガーネットそんな口悪くなったんですか、いつの間にか。あ、ちょろいもんだぜと。ん、いけねえ。あ、さあ、あ、逆行っちゃった。うん、あ、やばいぞ、狙われてる。お、やばいぞ。あー、よかったよかった。おー、まさか後ろからなんかされるかと思った。あ、今の家の方に歩いてきました。行きましょう。じゃあさっきの家にスタイナーが行って、あ、また行って困惑ガーネとか お金取られて、あー、どうしようって言って。結構ね、お金持ってましたけどね。猫かわいいっすね。チュッチュしてますよ。マジっすか。はい、お前さあ。お、どうした。こっちにはないわと。あ、おじいさん。頻度ありそうな人。思い詰めてるんじゃないですかこれ。大丈夫ですか。ああ、どんな席かしたの。そうね、探しておりま全然話噛み合ってないですね。たまにこういう人いますからね。うん、何を言っても大体同じ返しが来るみたいな。NPC 的な感じ。さあ。まあ、ありがたいですよね、応援してもらって。いや、そうか。うん。何か応援しているんでしょう。さあ。スタイナもすられないようにしないと。あ、なんか人つく。いや、人でした。人か。ちょっとじゃあ、ガーネットの盗みを働いた。あいつ許せないですよ。あいつちょっと、こいつか。あ、そいつですよ。来ました、四本腕の男。うん、知ってるやないかい。うん、めっちゃ素直。これは素直ですね。うわっ、お、勝手に勝った。え、やったん。パワーベルトって1000円もするんですか。パワーベルトちょっと性能見て判断します。確かにこんなんくれるぐらいですからね。つけれるかどうかもそもそもアクセサリーじゃないですか。お、え、力3も上がる。これは1000円ラッキーでしょ。1000円全然いいでしょう。よし、さあ。お、これもこれね、割と集めたい。集めたい。いいアイテム普通に簡単にくれるから。あ、そうなんですね。お、まあ、いや、もうこれはもう山田マンに任せますよ。これあげたらだって集めれないじゃないですか。こいつが集めてるんですよ。あ、この人が集めてるの。そう。あ、じゃああげましょう。どうぞ。
この人を集め上げていくと、じゃあなんかもらえるかもっていう。そうそうそう。なんと。うぃー。飯使いから。飯使い美人です。おぉ、千切るか。1個目でそれですからね。あ、とかないんでしたっけ？いや、あと1個ぐらいあるんですよ、確か。あ、持ってないか、口聞いてくれね。そんな現金なしなんですか、この人。一回出て入ったらいけんじゃないですか。もしかしたら、キャンセル的な。さあ。マジか。あ、あと、お前。お、お前やったぜ。あげましょう。さあ、いただきますか。鳥のおばちゃん。おぉ。いくらやろやろね。この鳥は、おぉ、うん、ばんばん、羽、羽はいいんじゃないですか、うん、王じゃなく。ちょっと見ていいですか。アイテム。羽。ない。グレーの一番上、上、上、上。上の下。あ、うん、ヒットですか。音一緒。そうですね。回復量が上がるとかそういうことか。いや、一緒。あ、一緒なんですね、完全に。後々持ってれば何かの威力が上がるよ、的な。もう、こんなもんかな。トレノにはね、結構いいのがいっぱいあるんですよね。結構いい、じゃあ回った方がいいって。確か。アイテムが落ちてる。そうそう。あの、請求も確か2つぐらいあったんで。え、じゃあちょっと探しながら行きたいですね。ここの奥もちょっとじゃあ行ってないんで。情報収集しないとダメなんですもんね、うん、だって。だって姫様いないし。そうなんですよね。姫を探すとこ。お、誰や。うん。あ、お、合成屋ですよ。来ましたね。この人か。いらっしゃい。カチューシャ覚え、買いましょう。カチューシャが一番いい。カチューシャ買いましょう。一個、はい。とりあえず。はい。さあ。お、存在。何を。何の存在や。オークション的な。あ、オークションね。確かに。出品されてる。おで買いますけどよく。あ、買いますか。はいはい。あ、まさか。あれは。あの敵の。クジラですよ。クジラさん。お。再開。再開。マーカスか。誰や。知り合いみたいですね。うん。誰や。あら、あ、ボス。ヘプション。うん。再開しました。アリか分かったんや。うん。貴族の屋敷。船を使って。ってことは結構高いところにあるのかな。うん。ふん。もう、こっちの。バレてますね。ね。存在がバレて。よし。めっちゃ漏れ。これがジタンとか。顔写真とか出ないと。あー、でもイラストは出てますね。私はこれでわかりますけど。あ、わかるんですか？はい。なんか、急ぎんちゃくみたいな。確かに。うん。あー、通れへんにゃ。なるほど。通してくれよ。さあ。うん。オークション会場、来ました。行きましょう。さあ、ここに、ガーネットと、クジャ見てる。クジャも上で見ていると。さあ。アリコも探せないわ。小言に付き合ってた。ないと。オークションに出てるわけではなかったと、うん。さあ。マーカスに会いに行きましょう。また先に行っちゃうわよ。さあ。なんか気になってます。あの人どこかで。さあ、でも、あの女の人が通してくれへんのよな、結局は。あ、いた。あ、いましたね。よいしょ。お、よかったよかった。行きましょう。お置いていかれてるやん。一緒にいると思ってた。さあ。行きますよ。うん。もう無視していってると。確かに、高貴な方が盗みを働く。確かに大問題ですよ。ね、犯罪ですからね、普通に。逆にね、
スタイナーの音で気づかれそうやけど、カチャカチャカチャって確かにバレそうな気がしますよ。さ、一体自分が何をしたいのか考えたことがあるのか。なかなか深いこと言います。おっと、オークション会場ですよ。はい、悪くないよと。見にくいゾーンな、そんなやつが。うん、砂ネズミ狩り。はいはい、クレイラーがね、砂の要塞って言われてました。うん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 。さあ、こいつ悪者ですか、このオークションには。おお、どうなんですかね。まあでもこの感じ悪者っぽいですけどね。おう、いや、まあね、ガーネットちゃん、おそらく上から見てましたからね、クジャは。うん、はい。婚約者とかそういうことか。あ、一応男なんですもんね、だってクジャは、うん、そうですね。いや、こんだけ前に立たれると前見えないでしょうね。船の総立て。確かに。でかいからね。邪魔や、言われそう。今、どつぎに行きましたマーカス。邪魔や、言うて。ねえ、マーカス、あいつ邪魔なんだけど。後ろからどついて。いや、耐えるのだ。うん。自分の任務と。まだ信じてますからね。うん、そうですね。お考えがあって、自分がない。気にしてますね。うん。お互い考えていますね、なんかいろいろ。自問自答みたいな。どんどん成長してるって感じではありますよね。まあ二人ともそうなんでしょうね。二人とも一つの考えから脱却して。忍びにしてはうるさいですね。ガチャガチャずっと言ってます。あるんか、ほんまに。そもそも。あ、これさっきの合成屋じゃないですか。あ、確かに。ん？誰か来た。あれ？誰？は、うん。どうする？知り合い？あ、知り合い。トット先生。トット先生。誰や？トット。いや、ほんまに誰や？家庭教ですね。なるほど。この人も勝手に盗みに来たんかな？ねえ。わざわざここに入ってきたとかだ。わざわざ。あ、バレた。トット先生もやばいか。お、あとで渡しだし。よそし。左に進むと回廊が続く。うん。あ、なるほど。うん。この人は結構許されてるんですね、トット先生は。うん、勝手にインク使っていいよ、みたいな。まあ、伊達にあんだけ鼻長くないですからね。さあ、トットスと。ポッポ。ポッポ。うん。ありがとうございますという感じですよ。はい。さあ、トットの家にじゃあ行きましょうか。うん。全然名前覚えないですね、あいつ。地味に今のやりとり好きです。覚える気がないですね、人の名前を。ね、宝箱。お、ミスリルダガ。ミスリルダガ。さ、いますかね。さ、ムービーですか。違った。あー、月が綺麗。上にトット先生。トット先生はガーネットを探してるとかないですかね。
探してる？あのお母さんに言われて。あ、そういうことはないんですかね。お母さんそんな昔の家庭教にまで声かけます？ないかな。うん、はいはい。あ、お美しくなられたなと。お元気そうで。ナンパしてるんじゃないですか。まあでもね、もう先生と生徒の仲じゃないですからね。猛省するばかりであります。さあ、ほんまか？あ、ガス早いな。おお、やったぜ。うん、はいはい。このでっかい宝箱は開けれるのか。うん、これはガイアギ。ガイアギ、ガイアギ、地球儀みたいなことかな。はいはいはい、ガイアっていう星なんだ。うん、なるほど。うん、昔話っていうことは子供時代にロリガーネットちゃん。召喚士一族。ん？宝珠召喚士一族。おう、500年前に古文書から宝珠ペンダントのこと。ガーネットが持ち出したやつです。ああ、なるほど。召喚士一族っていうのが何なの？召喚獣と石の関係性に関しても興味深い研究。この辺結構なんか重要そうですよ。これちゃんと理解しとかないと。うん、あ、子供時代の。うん。こっち見てくれ。こっち見て。こっち見て。おかっぱですかね。うん。あら、かわいい。どの本？結構おてんばっぽいですね。そうですね。意外と。オレンジが好きなんですね。ああ。君のおことになりたいですよ。レーダーが今一番見たい映画。舞台的なやつかね。うん、確かに。面白いんかな。これは？あ、ガイアギね。ちっちゃい版の。うん。はいはい。意志と召喚を結びつける。向いてましたね、ガイアさん。ガイアさんじゃん。ガーネット。うん。でも宝石の名前っていうのもなんか意味ありそうですけどね。ガーネットっていう、そうなっていたら。あ、うん、この城は修道寺さん。うん、8年前の話だったよね。うん、8歳の時ですね。なるほど。小2ぐらいですか。そりゃちっちゃいですよ。このガイアギ。うん、まあなかなか通な見方ですね。私結構星好きですからね。あ、そうなんですね。結構夜外に出て見たりします、ね。ロマンチックなでしょ。そんな趣味があったとは。うん、味方であると。それやったらよかったね。敵かと一瞬疑った自分を罰したいわ。一瞬思ってしまった。あの頃の自分を猛省しないと。思いますよ、数分前の。さあ。うん。お、うん、送ってくれるんや。ああ、なるほど。あら。あら。ええー、すごい。そんなに簡単にいけるんや。なぜ貴様とついてくるんだ。確かに。一緒に。まあいいでしょう。戻るかな。よし、じゃあ行きましょう。たたたた。そんな簡単に行けるもんなんですね。ガルガンルー。ガルガンルー。おう。へえ、抜け道、抜け穴？抜け穴的な感じは。うん。はいはい。確かに。うん、一回も使ってない。やばいですよ。動くんか。はい。連結なんたらを。皆さん参りましょう。
あ、レバーありましたでしょ。ございました。こっち当たりでした。当たり、やっぱ左から行ってよかったです。多分フェニオって皆さんコメントで はい。なんやフェニオっ て。みんなフェニオのこと分かってないですかね。さ、行けました、ね。まあ、数本前からフェニオってずっと言ってますけど。そう。まあでもフェニオで統一していいんじゃないですか。新しい風ですね。新しいですよ、もう。FF やってフェニックスの方が出たらフェニオで。ファイナルファンタジー始まって30年ぐらい初めてフェニオそんなレベル浸透しようっていう。これ何や、反応がない。ほう、反応がない。なんじゃあれ、じゃああれ上げたらあかんかったのか。ん、さっきのレバー無意味やったのか。ああ、引き込む。引き込むとは全体大きなロータリー。ほう、そこのレバーを引けば、はいはいはい、回り続ける。うん。レバー引いてみようと。とりあえずやれと。とりあえずね。ガタガタ抜かせ。どういう感じなんでしょう。なんや、泣いたぞ。おお、気持ち悪いような気がするぞ。ああ。虫的なやつな気がするぞ。おん。巨大な虫よ。いやー、それはなかなか人を選ぶ乗り物ですね。乗れるかな。乗れない。こっちか。どっかに乗りる、ん、乗るところがあるんですよね。どうした、頭抱えてる。どこでしたかな。さ、乗れるか。乗れ、乗り。これでもどこでしたかねって言ってたやつやったらもう相当頭いかれてる。相当やばいですよ確かに相当いかれてますけど、ね、すぐわかるでしょこれ。あ、確かにフィードって書いてますね。ね、餌っていう。あ、なるほど。これでスタイナーもなんか見てるけど、はい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 。なるほど。食べてる間は止まってくれると。あ、なるほど。スタイナー乗れるか？結構重いけど。確かに。落ちそうな気がする。うん。健やかな判断。スタイナーに一番できひんやつじゃん。一番。わあ。うん、オッケー、落ちるね。大丈夫か。行ってきます、トット先生。よし、うん、これで通路が変わったと。なるほど。よかったよ。オッケー。うん、早いですね意外と。お前、うわ、どうした、どうしたんですか。なんかヤバそうなやつがいるんじゃないですか。なんや、あ、降りた。あー、もう見えちゃったけど。もう完全にヤバいやついたんでしょうね。天敵的な。これが原因。うわお。もう長らくね、使ってなかったとこなんで。確かに、いろんなモンスターが住み着いてるんですね、じゃあ。そうですよ。いやー、しかも結構巨大化してるでしょ。うわぁ。でーかい。グロテスク。恐ろしい。実物でいたらちょっとヤバいですね、これは。うわ、悪魔のキッス。悪魔キッス。盗めるかな？使っていきましょう。全体。戦い。なんか毒受けたんですか？毒ってますね。やられました。一旦後で17。あ、いったんじゃないな。結構食らう。結構食らっちゃいますね。まあ、お、盗め。盗めない。ちょっと動き。あ、ボーンリスト。なんじゃそれ。骨の。なんか攻撃力上がりそう。あー、ボーンなんで。ブリザロ、ブリザロを使ってきましたよ。うわ、食らうな。まあガネと回復すれば絶対間に合う。やってくれ、間に合った。ヤッコさんまだなんか持ってるね。え、なんか雰囲気はありそうですよ。よし、毒も治りましたけど、盗みたいけど盗めへんな。糸、スローですね。素早さがちょっと遅くなった。毒でプラス糸を回復薬が遅いっていうのは結構致命的ですね。確かに、盗めない。
マーカスさん早く盗んでほしいんですけどね、できれば。やっぱ盗賊の極意持ってないと効率悪いんか、ね、確率が下がってるのか。そんな一瞬で帰ってこんともっとまさくってほしいですよねそうですよね、シュッしか言ってないんで。さあガーネットの MP が尽きるのが先になるのか。中島みゆきの名曲どんどんこいつ確かに縦の糸とね横の糸がね、そうです、うん、絡み合ってますから。これ盗みたい、盗みたいところ。マーカス。え？あ、逃げるんや。逃げる。そんな。まあ、買ったってこと。買ったんは買ったんだ。盗めへんかった。な、あれ？リザルトが出ない。どういうこと？嘘。あ、そういうやつやった？エビ。え？エビくださいよ。もらえない。最悪や。無駄にエーテル使った。確かに。最悪。地下なのかな？アレクサンドリア。知る人と知る場所って感じですね。そうでしょうね。この感じは。一般人は入れない。めっちゃ錆びれてますけど。うん。誰も知らないでしょ。きっとこっち、迷うやつなんですよ。あ、スタイナ。どうした？知ってる。お。お。アレクサンドリアは敵国の侵入を防ぐために設けた場所。なんや。いやいや、聞きましょうよ。大丈夫か？なんか注意事項とかあったっぽいけど。確かに。トットさんが言ってた。うわお。これでしょ。絶対。これ絶対閉じ込められるやつでしょ。後ろ。後ろ。後ろ絶対閉じ込められるでしょ。早く出て。早く。これ絶対後ろ開くでしょ。ふがああ、まあね。もう形がそうでしたからね、今。あらな。ふがーふがーふがー出ましたよ。引っかかったおじゃる来ましたよ。さあ。これ絶対、なんかボス出てくるんでしょ？違うか？ローになってるな。ゾンソン。うん。なんで結局合わせるとじゃん。まあありがたいですね。それならトライを止め入れしたのはブラネだと。ほう、宝石持って逃げてますからね。うん。さあ、あー、グルメシアでね、あ、ビアトリクスにやられたところ。なるほど。なんともないわ。いや、なんともあったでしょあれは。うん、私は早く雷の杖を装備したくてしょうがない確かにゲットしましたけどね。うん、ビビは来てくれるか、落ち込んでるけど。わかるかな、まあ、ここにいるよりはマシですよね。うん。さ、食いしん坊もそれ痛い。食いしん坊よし、最高だ。西の砂漠。うん、オッケー。来てると思ってたのにね。そうですね。出ないっていう。